南関東選挙区 NHK と裁判してる党弁護士法72条違反での政見放送ですお話は NHK と裁判してる党弁護士法72条違反で党首橘隆さんです NHK をびッかわーす NHK から国民を守る党改め現在は NHK と裁判している党弁護士法72条違反でという名の国政政党党首立花隆でございます略称は NHK 党でございます2枚目の投票紙にぜひ NHK 党とお書きください NHK をピックアース我々 NHK 党は前回の参議院選挙で2%を超える得票をいただきました 国政政党として2年間活動してまいりました。この間、数々の実績を上げてまいりました。まず NHK 党が当選した2年前から、NHK の受信料収入は2年連続で減少しています。昨年度の NHK 受信料の収入は220億円、1日にするとなんと6000万円も減少しています。 我々 NHK 党に交付されている政党助成金が年間2億円に満たないことからすると100倍以上の効果を上げていると言えますこの調子でどんどん NHK 受信料を支払わない国民を増やしていきたいと思っています NHK をぶっ壊す昨年1月に NHK 会長に就任した70代の前田会長は定例の記者会見で私は NHK 会長に就任するまで NHK が委託している集金人が全国のあちこちで悪いことをしていることを知らなかったと正直に告白し、知ってしまったからには NHK の営業方法を抜本的に見直すと宣言し、これまでの営業、訪問による営業、まずかつて契約活動を廃止すると明言しました、これも我々 NHK 党が NHK の弁護士法違反や放送法違反を追及し続けてきた結果であると思っています。 NHK をぶっ壊すまた NHK 等は受信料不払いコールセンターを運営しています NHK に受信料を支払いたくない NHK の担当者の訪問がうざい NHK から請求書が届いてどうしたらいいのかわからないなど NHK 受信料不払いに関する相談を無料で受け付けております NHK をぶっ壊す今申し上げた NHK 等受信料不払いコールセンターの運営や NHK から裁判で訴えられた方々の裁判費用の全額負担など NHK 党の運営経費はすべて政党助成金のみで行っております政治家はお金に汚いっていうイメージが国民に染みついてしまっていますしかし我々 NHK 党はこんな国民のイメージを一掃します 国民からいただいた税金が原資である政党助成金だけで日々の活動や選挙を戦ってまいります。汚職の原因となる個人からの寄付や企業からの献金は1円も受け取りません。NHK をぶっ壊す。われわれ NHK 党は国防、外交、経済において自由民主党の考えにとても近いです。今回の選挙で4人以上の当選者が出れば、 自民党とと協力ができると思っていますでに岸田総理に打診済みです。NHK スクランブル放送を実現するためには、与党である自民党と公明党の協力が欠かせません。今回の選挙で、われわれ NHK 党に投票していただき、国民の声は NHK スクランブル放送の実現だという民意によって、自民党との協力関係を築き、われわれ NHK 党の悲願である、 NHK スクランブル放送の実現と現実的な外交防衛を行っていきたいと考えております。NHK 党のコロナ対策です。傷ついた経済を早急に立て直すため、全国民に給付金を支給します。これは経済対策なので、現金ではなく、使用期限付きの電子マネーを使います。さらに第6波に備え、医療従事者や医療飲食業、宿泊業などなど、 コロナの感染拡大によって経済的ダメージを受ける国民に対して直接電子マネーで送金ができるシステム構築を行ってまいります次に外交と防衛です4年前の選挙を思い出してみてください当時は北朝鮮の核開発やミサイル実験によって多くの国民が不安や恐怖を感じていました今すっかり慣れてしまって北朝鮮のミサイル実験のニュースを聞いても 不安を感じる国民は減ってしまいましたしかしこの政見放送を収録している10月19日正午前また北朝鮮が日本海に向けてミサイル2発を発射しましたこのように北朝鮮からのミサイル攻撃の危険は全く除去されていませんそしてすっかり軍事大国になった中国の脅威に対して国民の生命と財産を守るため 現実的ななな防衛をしなければなりません中国はチベットやウイグルの人々の人権を弾圧し最近ではミャンマーや香港にも進出しています侵略国家,と国家と言ってもいい中国に対し我が国は自衛力を高めなければならない時を迎えています専守防衛つまり侵略して国土を広げる武力の保有これは認めず 今ある国土を守るための武力の保有、これが、これを認めるのが専守防衛です。その専守防衛には、敵基地攻撃能力の保有が含まれると、われわれ NHK 党は考えています。10月18日に行われた党首討論で、岸田総理は、第一撃の攻撃を受けた後第二波の、第二撃の敵基地をあ、第二波を防止するために、敵基地を攻撃するのか。 という記者の質問に対し、第一撃があったら、直ちに敵基地を攻撃する能力を保有していることこそが、第一撃をさせない抑止力になるとおっしゃいました。この考え、とても素晴らしいと思います。憲法9条があるから、日本は平和なんだといった希望的観測や、いわゆるお花畑の考え、外交防衛・防衛というのは楽観的に考えるのではなく、 我々政治家は、常に国民の生命と財産と穏やかな暮らしを守ることを一番に考えなければなりません。憲法9条を守って国民の命が守れないのは本末転倒です。現実的、現代的な防衛力を保有し、武,器を背武力を背景とした対等な外交を行っていく必要性があると考えていまます。す。す。最後に、エネルギーの問題ですはっきり言います原子力を活用します。 原子力の力は無限であり、この無限のエネルギーを使わなければ、いつまでたっても日本はエネルギーを外国からの輸入に耐える道しかなくなるのです。80年前に外国から石油や石炭の輸入が止められ、日本はアメリカを相手に戦争を始めなければならなくなってしまいました。日本が外国勢力に侵略されないためにも、原子力発電を積極的に行ってまいります。 NHK 党の正式名称は、NHK と裁判してると、弁護士法72条違反でと、とても長いのですが、略称は NHK 党です。2枚目の投票用紙には、NHK 党と書いていただければ、有効票になりますので、ありがたいです。先ほども申し上げたとおり、我々 NHK 党は、個人、団体を問わず、寄付や献金を一切受け取っておりません。 もちろん政治資金パーティーも開催しておりません。N. H. K. 党の活動はすべて政党助成金です。この政党助成金は選挙の得票数によって国政政党に配分されます。N. H. K. 党と書かれたあなたの一票によって。N. H. K. 党に約二百八十円の政党助成金が配られます。二百八十円です。このお金が N. H. K. から被害を受けておられる方のために使われます。 ぜひ寄付する感覚で2、2枚目の投票用紙に NHK 党、2枚目の投票用紙に NHK 党とお書きください。NHK をぶっす南関東選挙区、NHK と裁判してる党、弁護士法72条違反での政見放送でした。